はい、これは確かフォードのエフトラックだと思いましたけども、エフトラックにもこのキャンピングカー仕様がありましてね、まあ、前に紹介したのはレッカー車仕様でしたが、このキャンピングカーというのもなかなかいいなという感じで、こうやってね、これはしかもこうやってドアがこうやって開いてこうやって閉まるようになっていて、なかなか面白い作りです。で、これはレイズリーだっけな、まあ、かなり古い昭和の時代のミニカーでして、これは有名なミニカーメーカーだと思ったな。で、こういうふうにあのキャンピングカーがこうずさっとこう乗っかってる感じで、で、ちゃんと中もこう作り込みがされてて、なかなかいいなという感じで、こういうキャンピングカーってね、意外と納車しようと思ってね、探すと意外となかなかないんですよ。ですから、こういった、車があるっていうのがなかなかこう希少車でね、そういったところがいいなというふうに思う車で、なかなかこういうね、ミニカーを探すっていうのもね、まあ、手間がかかる分だけ面白みがあるなというたった感じでございますね。この青い色合いもね、なかなか見事、良い色でいいなという感じです。どうもありがとうございました。